KO 決着で必ず終わらせたいと思ってるんで。人類で一番強くなりたいですよね。ミドルがモノに、まだまだ強くなれる部分がいっぱいあるので。ボディも打ち込む、完全引いてる相手を倒すな。ワンサミが持ってきた、スリースリー、一発目からでした。 K-1 がいよいよですね、女子の、大会を、開催することが、決定しました。この大会を必ず女子の選手全員で大成功させたいなと思ってます。そうですね、なんか初めて聞いた時は正直マジかと思いましたね。なんか やっていいのかなっていうのは正直第一声として出ましたね。やっぱり女子の大会を、全て女子のカードで代々木で埋めてできるのかなっていう不安が正直あって、最初はやっぱり。でもその試合をやるっていうのを決めたきっかけっていうのは、やっぱりこの K-1 の女子大きくしていかなきゃいけないっていう責任がすごいありましたし、こんだけ女子の選手が K-1 の舞台を目指してきてくれるんで、やっぱりその選手全員ででかくしていきたいなっていうのはありましたね。そうですね、今も変わらずずっと憧れの人です。別に何も求めてはないですね。ただもうかなさんがする試合をただ見る、そこから学ぶってだけで、ただそんな私たちが求めてる以上のことをかなさんは絶対するんで、まあ本当それを見て学ぶだけですね。だから本当試合が終わった女子選手にはもう本当かなさんの試合をしっかり見てほしいなと思いますね。まあ総力戦っていうか、みんなその決して一人では成り立たないものなので、まあ、その総力戦での本当に勝負で、でやっぱそこが成功しないともう来年はないと思うので、まあ、そこは本当に勝負だと思うので。今もう2週間前だと、はい、どんな感じの練習なの？今は結構スパーリングの日とかはもう全部もう試合まで決めちゃってて、でまあ基本的には自分結構ミットをメインに練習を組んでやってるんですけど、ミットとスパーリングで、スパーリングでなんか課題があったら次のミットで修正してみたいな。結構ガラッと変えたのは世界トーナメント前ぐらいですかね。2、3年前ぐらいですかね。はい、まあ、ミットはもう大吉さんとずっとやってるんですけど、そのスタイルにしてからかなりスパーリングとか試合でそのまま上がっていけるというか、そのままのスタイルでやっていけるようになったので、結構そのやり方がハマってて、状態としてはめちゃくちゃいい感じですね。まず率直に思ったのが、めちゃくちゃ気持ちが強いなって思ったのと、やっぱりラウェイっていう競技をやってるんで、
本当に体がめちゃくちゃ強いなっていうのは思ったんで、やっぱりその気持ちの強さだったり体の強さだったりに本当に気をつけたいなと思ってますね。初めてですね、自分より起用率高い選手とやること自体が初めてなので、やっぱりそれを自分はその試合をそういう相手を望んでたっていうのもありますし、やっぱりこの選手ってやっぱりキャリアも多い分、いろんなボクシングだったりラウェイだったりムエタイだったりっていういろんな種目の試合をしてるんですけど、やっぱり全てに適応してるんで、やっぱそういう能力もめちゃくちゃ高いと思うので、K-1 ルールにもしっかりアジャストしてくると思うんで、かなり噛み合うかなと思いますね。にもつなげる、そして右だ、打ち抜いた、ちょっとこれは続けられない、あらゆる攻撃、パンチ蹴り、最後は右、決め切りました。カナちょっとジョン・ヘジン、おお、捨てがあるかどうかというところ、右のストレートは連打、2ラウンド3秒、これで決着がついてしまいました。そうですね、やっぱり最初の頃はもうディフェンスとかも全然関係なくて、なんかもう当たっていくだけのじゃないですけど、もう当たれば倒れるでしょっていう、もう勢いだけで本当に言ってたんで、やっぱりその頃っていうのはやっぱり相手のレベルも同じぐらいですし、やっぱり世界の強豪とかとはやってないので、まあ、そういう勢いだけでは生きてたんですけど、やっぱり今は相手のレベルもどんどん上がってますし、やっぱり当たって砕けろじゃ自分が砕けてしまうので、やっぱりそういった面でもやっぱり初めてメロニーに倒された時から本当にもらっちゃいけないっていうディフェンス能力っていうのも上げることを意識して今もずっとやってますし、つなげる、左上がった、カナダウン、これが世界の強さなのか。まあそもそも男子でもそうなんですけど、まあ、レベルが本当に上がってきて拮抗するとやっぱり KO って絶対少なくはなるんですよ。なんでやってるレベルがやっぱり上がってきて、まあ、他のその最初にやってた頃のレベルとはもう全然違うレベルなんで、この今のままじゃ絶対勝てないと思ったんで、でやっぱその世界で一番強い人間を目指していく上でどういう場所でどういう練習をしたらいいのかって考えた時に、やっぱ一人でまあ海外に行ってまあ修行しようかなって思ったのがきっかけですね。アメリカに行けば自分より強い選手もたくさんいますし、自分よりサイズでかい選手もいっぱいいますし、やっぱりアメリカの選手ってアメリカに行けば日本の K-1 チャンピオンどんぐらい強いんだろうって、すごいもう全力で向かってきますし、そういった意味でも毎回毎日スパーリングは試合してる感覚に近いので、めちゃくちゃ成長できますよね。やっぱ試合っていうのは本当に成長できる一日なんで、それがアメリカに行けば毎日できるので、すごい成長したなって思いますね。倒し終わるシーンまでしっかり今イメージがちょうど作り上げ、まあ、イメージできてきたかなっていう感覚で、まだまだ多分もっと繊細にイメージができてくると思うんですけど、まあ、しっかりイメージできてますね。はい、本当にこの大会をやる意味、この大会が現実に開催されるっていう意味は本当に出る選手すべて責任持ってると思うので、本当にそれぞれ気合もすごい入ってますし、一人一人がこの一戦にかければ大成功してると思うんで、その最後ただ自分がしっかり締めるっていうだけですかね。はい、やっぱりそういうメインイベントで K-1 チャンピオンで本当に大成功させるためには、本当にプレッシャーをすべてエネルギーに変えていかないといけないと思うんで、本当に背負えるだけ幸せだと思うんで、本当にそのプレッシャーを背負えて大成功させてこそ K-1 のチャンピオンだと思うんで、
本当にいろんなプレッシャーを背負って全部エネルギーに変えて戦っていきたいなって思いますね。